古い繊維壁を白いペンキで真っ白に塗っておしゃれなお部屋にしようと先日ペンキを塗ってみました。そうしたところですね、大失敗、養生がちょっと甘かったというところでこのような状態になってしまっていました。使ったのが幸い水性ペンキだったので、ちょっと先日頑張ってリカバリーしたのでその様子を紹介します。詳しくは記事紹介からもご確認ください。まずはリカバリー前をチェック。壁は真っ白になったんですけれども、幅切りの部分にですね、白いペンキが固まって、ダマになって垂れています。このままではちょっと大変なことになるというところで修正をしました。塗ってからすぐだと拭き取るだけでもよかったんですけれども、週末にサラリーマンのため週末に DIY をしているので、2週間後かなり固まった後の修正になりました。使ったものは100均の水入れスプレー、釘抜きの反対側の平たい部分、そしてマイナスドライバー、もちろん古い靴下や雑巾なども使って少しずつ修正しながらきれいにしていきました。まずは固まった部分に水の入ったスプレーボトルで水を吹きかけて少し柔らかくします。その後ウエスや雑巾などで軽く拭いてみます。柔らかくなったところで固まった部分を釘抜きの平たい部分で少しずつこそげ落としていきます。かなり固まっているなというのが印象でした。水を含むと柔らかくなって取れやすくなっていきました。大まかに、くぎ抜きで取った後はまたスプレーをしたり水を足したりしたりしながら、マイナスドライバーや、激落ちくんなども使って何度も何度も拭いていきます。木の部分が2層のツタ、ツルツルした面だったこともあって、最後マイナスドライバーで丁寧にこそげ落としていくとかなりの部分が落とせたように思います。注意点としては疲れてくるとイライラして妙に力が入ってしまったりするので、少しずつ合間を見ながら疲れないようにゆっくりとそーっとマイナスドライバーを使うようにする方が傷がつかなくていいなという印象がありました。最後は雑巾や古い靴下の中に手を入れて その中で親指を丁寧に動かしながら使うことでだいぶ綺麗になってきたように思います。だいたいここまでの工程、40分前後、ちょっとこの日は疲れてしまったのでこの辺りで終了にしました。次はですね、ニスなどもちょっと着色したりするようなところもやってみながら、もっと綺麗にリカバリーをしたいと思います。ここからは少しゆっくり同じ工程をもう一度見てください。今回の反省点はやっぱり、養生は本当に大切だということです。養生をきれいにできていればこんなことにはなることもなかった。また垂れた部分もその時はですね、ちょっと子どもと一緒にやっていたのでとにかくペンキ塗りを終わらせようと途中で汚れた部分を拭き取ったりすることもなかったんですけれども、汚れのために丁寧に拭き取る癖をつけるというのも大切だなというふうに感じました。このチャンネルでは、DIY の記録などを公開しています。ぜひチャンネル登録お願いします。